な待機してくれてたかな。今日は髪の毛を巻いたんですけど取れましたなんか最近巻いてもすぐ取れる、スプレーすればよかったんですけど何もしなかったら取れましたサイン届いたよ、可愛い文字だった、よかった、ありがとうございます。メイキング感動した。あ、そう、見てください。ちょ、今日はあれなんですよ、ティーンズユニットの投票をしたいと思いますって言ってもあのシリアルナンバーも書いてあるからと見せれないので注意しながらやっていきたいと思いますはい、そう、だいぶ前に届いてたんですけど、そう、いや、あのね、まだ投票したのもあるんだけど、してないのもあるので、ちょっとみんなと一緒にやりながらしたいと思いますあ、そう、ミナナさんになっちゃう届いた、お、よかった。だからみんな、そう、投票を一緒にしようっていう配信。配信です。そう、シリアルナンバーはちょっと見せないので、ちょっと注意してやっていきます。投票した？もうみんなは。え、もう一回聞くんだけどさ、これって投票速報前の方がいいのかさ、速報後の方がいいのか分かんないんですけど、とりあえず。今日はね、投票しますので、やばい、爪ボロボロ。早い方がいいのかな、わかんないけど、まあいい感じにみんな投票してくれると嬉しいなと思いますどうしよう、いつから始めようかな。でも今日はちょっと、あ、なんでもないやなんでもない、どうしようかな。なにこれ、ギリでもいいよギリ、すごい、こんな、あ、バレンタインだから、バレンタインだからか、ありがとうございます。投票する人に決まってるなら関係ない気がする。え、それ関係ありますか。だって速報はその多分数字が見れるじゃないですか、わかんないけど。そしたらさ、どんぐらい自分が入ってるのかもわかるじゃん。そしたら何、10人とかによってさ、投票しようって思ったり投票しないどこって思ったりするのかなって思ったんだけど、するでも、とりあえず速報にも入れない可能性があるから投票しなきゃいけないっていう、その最初に、そう、速報を見て投票を変える人もいるし、逆に、そう、だからこそ速報に結構上にいなきゃいけないのかもしれないし、分からなくて、そうちょっと読みが分かんないんですけど、あ、ツイッターに、待って、ちょっと待って、ちょティーンズユニット投票す、オッケー、ツイートしたと思います。できてるかな、ちょっと見てみる。あ、できてる。オッケー。
調悪かったけど、ありとありちゃんの可愛いパンダみたいな、あそうツイッターにあのパンダのぬいぐるみと一緒にそう写真撮ってるから、いいねしてくれたら嬉しいです。といつから始めよう、どうしようかな。とりあえず今ツイッターに出したからもうちょっと待とうかなって思います。あ、来た、こんばんは。そう、もうちょいしたら始めようかな。ついしよう。あ、みんなもまだ投票してない人は一緒に投票しましょうっていう企画っていうか、もうあのそう、ぜひあの投票をちょっと迷ったりにするか迷ってる人はちょっとありちゃんにしてもらえるようにちょっと今日は配信をしたいと思います。そう、投票、え、でも自分もね投票ね、よくあんまりその分かってなかったりするから、ちょっとみんなに教えてもらいながら。そう、あ、あれは終わったの、あの DMM とかのやつは投票したんですけど、そう、そうなんですよ。むしろ教えてほしい。え、でもなんかこれシジャラな、あれやるだけだから、まあ多分総選挙のやつと変わらないと思うんですけど。そう、速報やばくない？速報なんかやばくない？あの呼ばれるっていう劇場にまさかの。どうしよう、なんかさ普通にさサイトとかでさなんか発表されるんかなって思ったら、なんか速報なんか行かないといけなくてさ、すごい大丈夫かなと思って、メンタルやばめメンタルやばめなんだけど、うん、アイちゃんに投票するの決めたいけどもう一人誰にするか、あ、なるほど、多分そういう人ね多いと思うんですけど、どうしたらいいんでしょうか。追加の CD いつ届く、追加分は24日に届くじゃなかったでしたっけ、確か。作戦じゃない、速報見てから作戦考えるつもり。だからそういうさ多分タイプのさ人いっぱいいるじゃんね、そういう何ですか、速報を見ていろいろ投票しますって人多分多いと思うんだけど、それはそれでさ、なんか逆にアーリーが心配してるのはその速報までになんかみんな入れてくれない、え、入れる人があんまりいなくてあの速報にすら入れないっていうあの事態が怖いんですけどでもだからといってその全部そこで全力を出されてしまっていても多分速報後に大変なことになるから、どうしたらいいんだろうなっていうやつ。そうで、しかも24日に多分追加分届くみたいな感じだから、さあ次の日にはもう締め切りじゃないですか、でお仕事とかも多分あるからね忙しいじゃんってなったらさ、結構どうしたらいいんでしょうかっていう話。そこも大事だけど、ソーダさんの例って何ですか。でもなんか予想ができないじ
ゃないですか。ね、なんかさ、予想、それ何ですか、その前例がないからどうしようって。ああ、あれ絶対ショーラムするとくしゃみ出るんだけど、呪い。そうだからまだ分からない、分からないんですよ。そうだからね、そこがね、なんかなんとなく、あ、こういう感じかってつかめると思うんですけど、とりあえずあの速報には入りたいよね。速報に入れなかった。